サーフレデリック・アーネスト・ギバードは、イギリスの建築家、タウンプランナー及び景観デザイナー。コベントリー生まれ、テイラーの5人兄弟の長男で、市内にあったヘンリー・パッセイ・スクールで教育を受けた。1925年バーミンガムのアート学校で、建築を学び、ヘアメイトだったカイ・アール・エス・ヨークとバーミンガムの、建築家、ウィリアム・ビドレイクの事務所に、年期奉公していた。 ギバードの作品は、今日ジェフリー・ジェリコー、ルコル・ビュージエ、ミース・ファンデル・ローへ、および友人ヨークの影響を受けた。彼が設計し、1930年に実際に完成したプルマン裁判所、またロンドン・ストリート・アムヒルといった低コストの住宅開発でキャリアを開始。この方式の成功により、ギバードは、低連住宅の建築家として定着。 ロンドンシドナムのパークコートとサウスゲート、エリントン裁判所など、第二次世界大戦が勃発するまで、他のスキームを構築するようになっていく。ギバードとヨークは、1937年に刊行され、その後、新たに完成した、プルマンコートとパークコートほか、多くの他のヨーロッパの例を紹介した、モダンフラットなど多くの影響力のある出版物に、協力した。 ハーローの開発のためのコンサルタント及び建築家プランナーとして自ら設計した町に住み人生の残りを過ごした。ここで最も注目すべき作品は芝生と菓子の木に囲まれたオープン地面の面積上に蝶のデザインに配置された9階からなる英国の最初の近代的なスタイルのポイントブロックを含み1951年に 英国の住宅賞を受賞したウォーチャードクロフと緑に直面して湾曲したテラスを持つトロンプエル・イペアである。モーリーグローブの先駆的な破断シルエットの低連住宅で住宅の多くは全体的に環境保全地域であるマークホール周辺にある。ハーベーセンターは建築区別を書いているが大規模な専用の屋内ショッピングモールの初期の英国の例として注目される。未だに 王子の町役場が存在するが、先駆的なスポーツセンターは解体されており、イギリス遺産のウォーターガーデンは駐車場、ショッピングセンターの統設によって台無しにされている。ハーロー・マーシュレーンフォーマルとアンフォーマルなデザインが混合する郊外に、ロンドンクーツ銀行の再建で引き上げた建築物が含まれている。ギバードにより、ハーローの計画には、さらなる成果として、 カイ・アール・エス・ヨーク、パウエル・アンド・モヤ、グラハム・ドーバーン、ジョン・ポールソン、マックスウェル・フライ・ジェイ・エンド・リュー、マイケル・ネイラン、ウィリアム・クラブツリー、レオナルド・マナセ、E.C.P. モンソン、ジェラール・ゴーレン、ジェラルド・ラコステ、リチャード・シェパードと H.T. キャドバリー・ブラウンなど、戦後の多くの大手建築家の作品群が、組み込まれている。またヘンリー・ムーは、エリザベス・フリンク、 オーギストロダンとバーバラ・ヘップワースらの作品を含め公共彫刻のかなりのコレクションが街中に展示されている。ハーローは近代建築と都市計画における教訓として戦後の英国におけるニュータウンで最も成功したとみなされている。ギバードの本ハーロー・ニュータウンの物語はそのような事柄に興味を持つ人のために参照となる。1953年には タウンデザイン、ホーム、プロセス、および被写体の歴史に関する本を出版した。リバプールメトロポリタン大聖堂、エリントンコート、サウスゲートフレデリック・ギバードによる、建物のリストフルウェルクロス図書館、イルフォード・ジェーム・リチャーズ、アラン・コックス、ギバード、サー・フレデリック・アーネスト・オックスフォード、国立電気事典・オックスフォード、オックスフォード大学の出版物。 2008年5月22日閲覧、アンドリュー・ウィルソン、影響力のあるガードナーズ、20世紀のガーデンスタイル、ロンドンの造形デザイナー、P186、2002年、ミッチェル・ビーズリー ISBN1 から845331796。ありがとうございます。